皆さん、こんにちは。今回もスプラックスフラグサッカーのショッフルモードですね。はい、浅野拓磨ですね。日本代表を象徴する、スピードタイプのセンターフォワードという感じですかね。長井健介と合わせてね、スピードサッカーやるときには、スピードサッカーというか、まあ、縦に速いサッカーをやるときにね、この人がいるとかなり、相手のね、ディフェンスラインとの駆け引きが相当、効果的になりますね。スピード94、フットワーク82と、動き出しもついていますね。あとプレッシング能力ね、まあ、ちょっとこのステータスは低いですけど、意外と高いところにあると思います。はい、韓国の選手、スイスの選手、韓国の選手、ストライカーですね。カルロス・ゴンザレスですね。なるほど。誰ですか、フランキー・デ・ヨングですか。違いますね。はい、オランダのセンターミッドフィルダー、カウンターがありますね。はい、あ、早いね。カルロス・ゴンザレス、スピードありますね、これ。どうしようか、ここはちょっと入れとくか。あ、チリのイスラ、ロブレン、クロアチアセンターバック、ジロコフ、あ、強い。強いですね、この人。真ん中で使えて、あ、ベールはいるじゃん。はい、ベールも引いちゃいましたね。これは、まあ、こうですか。そうですね。これ、南野の同僚ですか、チームメイトですかね。はい、キーパー、フランスのロリスが入ってますね。で、控えが、ケイヒル、井出口、庄司、山口蛍。いや、ちょっと控え見ると、また全然ね、このメンバーが、様相が変わってきますね。全員入るくらいの。まあ、井出口。庄司、山口も当然入れるな。どうしよう。山口。いや、庄司が入んないか。庄司は、でも絶対入れたいから。どうしますかね、これ。いや、これ迷うな。まあ、交代、ロフレンを変えるか、前線の浅野ですね。浅野かロフレンかになっちゃうな、これ。まあ、一回フォーメーション変えればいいか。ロフレン最初変えておいて、で、庄司、センターバックやるか。イスラ、井出口、プレッシングマン。これ強いですね、でも、これ。ジロコフ、あ、これか。まあ、話は通ってますね、これ。比較的攻撃重視の。ベール左やりますか。いや、ここね、フィルターラインが相当強いですね。山口と井出口だけでも十分なのに、真ん中にね、もう一人プレッシングマンが入ってる。あ、井出口真ん中だな。違うか。まあいいか。はい。山口真ん中に行くそうか。はい、相当ね、いい形作れてると思いますね。これでいきますか。ツートップね、ケイヒルと浅野共通点は、あまりありませんね。まあ、浅野裏抜けでケイヒルヘディングでね、狙いがかなり異なるんですけど、相手はアルゼンチン、強豪ですね。まあいいところですね。ぜひともね、このチームでやるなら引きたい相手ですね。ちょっとフィード飛ばします。今ちょっと前線とのつながりがね、切れちゃってますね。はい、まあオフェンシブミッドフィルダーがね、その役割してくれればいいんですけど、なかなか難しい。ケイヒル狙いバスチラーの。まあアルゼンチンもね、ディフェンスラインのためにいるんで硬いですよね、意外と。はい、うわ、危ねえ。はい、浅野、カルロス、またケイヒル狙い、ニアに蹴り込みましたけど枠位置されますね。うまくいかない、バネが。あ、これは、はい、浅野自らね、縦に突破していってですね、今ね、ゴールキックからのカウンターですね。浅野みたいなね、スピードある選手が入るとね、これがあるんですよね、カウンターが。うん、ちょっとラストパスがね、届かないですね。ホタルボールキープ、戻して、戻して、当てて、はい、ジロコフ使って、ベールと。あー、無理。それは無理。ちょっと今、切り返しが、角度が急すぎるな。あ、浅野のヘディングでは、なかなか得点はできないと。難しいですね、やっぱり。ちょっと難しいサッカーしちゃってんのかな、俺。思ったよりも得点が入らないですね、これ。ベール狙いで、ケイヒル、あー、強烈すぎる。今、キーパー触りましたけど、弾き飛ばしましたね。はい。珍しいですね。ケイヒルの強烈すぎるヘディングですね。はい。ディマリア、井出口。フランキー、ケイヒルとして井出口、サイド使いたいですけど、カットされます。はい。ここね、コンビネーション悪くないですね。はい、いいですね。これも、マッチの引き出してるから、よし。
はい、今ね、チャンスでして、マスチュラーノ引き出した形ね、常にチャンスになると思って攻めた方がいいですね。ジロコフのミドルシュートは上にそれます。はい、またね、引き出しましたね。ベイル、アサノ、ケイヒル、カットされると。まあ、ケイヒルね、動き出しだけはあまりね、優れてないんで、はい、2-0 ですね。アサノを変えちゃいます。ロブレン入れた場合、どうなんだろう。だから、イスラが前に出んのか。こういうことですか。まあ、これで機能性増してるかどうかですね。はい。まあ、イスラ押し出して、ここ、いやー、これでも強いな、やっぱり。強いですね、これ。いや、こっちの方がいいかもしれない。これ、良くなってるような気がしますね。はい。多分いけるでしょう。ケイヒルがプレス。はい、出口カットしても、ここね、素早く。ベールがマスチラのかわして、ラストパスケイヒルシュートは大きくも枠をされますね。はい、今、ベール自ら打てば1点だったかもしれない。いやー、こう。はい、もう簡単すぎますね、今の。ゴールキック奪ってね、もうだ、うわー、強い。はい、ベルのね、もうこれね、普通入んないんですけど、ベルのシュートがね、今の角度、うますぎるんで、入っちゃいましたね。あと今、コースもそうですけどね、威力も十分なんで、あそこまでね、コース性と威力性が伴うと、いくらね、厳しい角度でも、入ってしまうことがあるという感じですかね。うん、折り返しがうまくいかないね。はい、今、真ん中に入ったところに、ね、入り口が見事に奪ってシュートしていってんですね。はい、まあ、今のもね、カウンターの勝ちですね、部分的な。うん。いやー、これ危ないね。ディマリア、これが一番危ないですね。大丈夫でしょう。いや、ちょっと待って。うわー、打たれた。はい、やっぱりね、メッシの、怖さね、ありますね。今のもね、そんなに、シュートまで行かれるような、状況じゃないと思うんだけど、ちょっとボールがね、流れちゃいました。はい、バネガに対して出口が行きます。はい、強く当たりに行って、ボールもらいますね。イスラ、ベイルと、ベイル。はい、強烈に蹴り込んでニア抜いていってんですかね。はい。もうね、やっぱりベイルが完全に、もう一人でね、ゲームを作れる、決めることができるんでね。はい。いやー、強いですね。うん。はい、ジロコフ落としの、カルロス使って、ここ、よし、うまくいった。はい。今の良かったですね。最後ベールで決めれればいいんですけどね。放り込みがうまくいかないですね。はい。フランキー、外れ。難しいですね、やっぱり。バネが26。出口が奪って、これカウンターの予想ですね。頼む。ここ、流れて。いやー、はい。見事にね。相当ね、今、厳しいダイアゴナルなパスだったんですけど、うまく通って、ベルがね、サイドで開いていて、ダイレクトに打っていってんですね。はい。というわけで、6-0ですね。非常に良かったと思います。ガレス・ベールの使い方もね、ちょうどいいというか、ベールに頼りきれず、なおかつベールに頼るというね、はい。ハットトリックぐらいですかね。非常に、うまい形でガレスベールを使ったと思いますね。アルゼンチン、マスチラーノのために、ちょっとね、今回マスチラーノの相手にしてみると、まあ、よくね、フランスと練習試合やってるんですけど、ポグバ、カンテに比べたら、特にカンテに比べるとね、やっぱりプレッシングの手応えがちょっとあんまりないかなという感じですね。マスチラーノの、類まれなね、ディフェンシブな選手ですけど、カンテに比べると、ダイナモとしてはね、ちょっと、カンテには及ばないかなという印象ですね。はい。まあそういう意味で隙がちょっとあったと。まああとアルゼンチンね、オタメンディとかいますけど、センターバックの、ね、サポートがちょっと少ないですね。アンカーを生かすには。はい。そういう意味でマスチラーノかなり負担がかかっている環境だと思います。はい。で、まああとは前半から後半にかけてフォーメーション変えましたけど、フォーメーションとしては後半の方がね、より効いてまして、後半のフォーメーション強烈ですね、これ。はい、最初ね、2トップケイヒルと浅野の2トップだったんですけど、後半ケイヒル1トップにして、その代わりに、ね、オフェンシブミッドフィールダーを2人に増やすと。これね、この形強いですね。何回か使ってますけど。まあ、攻撃に全参加も十分ですし、守備にも効いてくるんで、もう相手をね、完全に寄せ付けないような、形ですね。唯一ね、不安点、1トップの形ですけど、今回ケイヒルがかなり絶対的なね、動きをしてくれたんで、なおかつベールをね、サイド単独で破ってシュートを、打てるね。
選手だったんで、ワントップで十分でしたね。攻撃の人数を落として、その分ね、中盤に厚みを加えるっていうね、やり方ですね。はい。ほぼ難攻不落のね、どういう、フランスが来てもドイツが来ても勝てるフォーメーションだったと思います。後半の方がね、よりいい形でしたね。まあ、一方で浅野もね、まあ、十分なね、働き、見せたとは思いますけど、やっぱりちょっとケイヒルとね、ツートブル使うとタイプの違う二人なんでね、なかなか使いようがチーム全体でも難しいかなと思いますね。浅野は裏抜けタイプですし、ケイヒルヘディングでね、主に決める。あるいは何でも器用にこなすタイプなんでね、はい。まあ、やっぱりタイプの違うフォワード二人並べるときね、並列化しちゃうと、あまり良くないかなと。これがね、ストライカーで入れば、意外とね、効くんですけどね。まあ、いずれにしてもね、ゲームコンセプト、あ、チームのね、コンセプト、プランをね、しっかり持った形じゃないと、なかなかケイヒル、浅野2枚並べるみたいな形はうまくいかないかもしれませんね。はい。まあ、この辺はね、いろいろ考えようがあると思います。で、後半ね、満を持して、ロブレンをセンターバックにして、庄司を繰り上げて、で、イスラをね、さらに前に押し上げて、で、オフェンシブミッドフィールダー2人にすると、まさにね、フォーメーションの転換の非常にね、理想的な形だと思いますね。こういう形を作れると、フォーメーションね、変えていく、フォーメーションのね、まあ、転換ですか、はい、としては成功例だと思いますね。はい、非常に、前半から後半にかけての流れが非常に良かったと思いますね。っていう感じですかね。アルゼンチンね、まあ、メッシほぼボール触れなかったですね。ディマリアはボール何回か触ってましたけど、ここね、サイド厳しくいって、なんとか、知ってます、いいだと。いうことですね。やっぱりね、ストライカーメッシ、アルゼンチンのね、フォーメーションだとストライカーですけど、ボール触れないようなね、今回みたいに、インテンシティ高くして、ゾーンプレス激しくすると、真ん中の位置でボール触れなくなってしまうと。これね、メッシの対策として一番、のあれですね。はい。まあ、古くはね、マラドーナ対策としてゾーンプレスが生み出された時代からある、全体的なプレスの戦術ということですね。はい。非常に、うまくいった試合だと思います。というわけで、今回サッカーアルゼンチン代表相手に6対0でした。また次回ショップルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。